カメラの設定で Z100-400mm の AF 追従性能を改善できるか検証してみました。そもそもなんでこのテストをしようと思ったかというと、走り去る電車を Z70-200mm で連射したら、拡張高速連射した26コマのうち、全コマきっちりピントがあったのに対して、Z100-400mm だと、最初の2コマはピントが合いませんでした。同じ S ラインの純正レンズなのに、Z100-400 の AF は、動き出しが少し遅いと思いました。そこで、カメラ側の設定で、ニコール Z100-400mmF4.5-5.6VRS の AF 追従性を改善できないか試してみました。Let's get started! ながチャンネル。カメラの設定は、右から画面に飛び込んでくる電車にピントを合わせるため、AF ロックオンを敏感に変更しました。さらに、シャッタースピードを2000分の1秒に上げて、被写体ブレを抑えました。カメラは最新の AF を使うために Z7II にしました。下りの京王線が遠ざかっていく様子を高速連写しました。電車の背面の全コマにピントが合うようになりました。カメラ側の設定を工夫することで Z100-400mm の AF 追従性を改善できることが分かりました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。